心配せずとも警察層に一切危険はない。趙雲が外側、僕が内側を見張っているから何も問題は起きないだろう。ええ、私の調査にも進展があったわ。もう行動を起こすのかい？一緒に行動しようぜ。旅人パイモン、ちょうどいい時に来てくれたわね。ここ最近いろいろと捜査をして、砲塔団に関する手がかりを見つけたわ。車輪の痕跡に加え、花火を放送していた紙くずを路上で少し見つけたの。その手がかりをたどっていくことで、失われた貨物は見つけたけど、砲塔団のメンバーはいなかった。逃げるというより油断していたようね。あそこは彼らが盗品を置く拠点だと思う。彼らはその場所が見つからないと過信し、見張りを手配しなかったのでしょう。そこには花火が大量にあったわ。多分警察層の分だけじゃないわね。他の場所に設置した花火も盗み、すべてそこに置いているのでしょう。警察層に駐在していた戦艦軍に総務士への報告を頼んだわ。すぐに総務士が人員を招集し、その場所を中心に捜査を展開する予定よ。戦艦軍に知らせたんなら国政が直接行かなくてもいいんじゃないか？砲塔団はいつも狡猾よ。遊撃隊は他に配置している可能性があるわ。もし彼らが異変を察知して花火を他の場所へ運べば、手がかりは途絶えてしまう。だからきちんと目を光らせておかないと。もしかしてお前、相手の数が多くなかったら自分一人でそいつらを倒しに行くつもりじゃないよな？そんな無謀な方法は私のやり方じゃないわよ。私はただ偵察の仕事をするだけ。でも今は君たちの助けがあるし、その考えも決して無理じゃないでしょうね。おいおい、本気かよ？ええ、では早速出発しましょう。賊の対処にはくれぐれも気をつけてくれ。